こんばんは、ワイズです。サバイバリスト実況プレイ始めていきたいと思います。前回家出したお猿がいたんだよね。家出してしまう、なんで家出しちゃったのかちょっとよくわかんないんだけど、ここにお猿が一匹行っちゃってて、でずっと帰ってこないので、新しいダンジョンとかも行きたいんだけれど、とりあえず猿を3匹連れていける状況をキープしたいなと思うので、一回迎えに行こうと思います。で、暗いので一回寝ます。これ毎度やってる気がするな。寝てセーブ。はい、これでアイテム整理できたので、じゃあ迎えに行きたいと思います。今左上にいるので、うわ、どんどん遠ざかってる気がするな。あれなんだろう、逃げられなくなってたりするのかな。多分そんなに遠くまでずっと行ってる理由ってないと思うんだけどな。ちょっと敵がいるの。ああ、間違えた。ちょっと待って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 、はいはいはい、もう戦います。いや、もうさすがにね、ちょっと慣れてきたわ、戦い方が。まあ外すんだけれども、ちょっとなんかあいつ、そう、あのトーテムポールみたいなやつが前回怖いからひよって逃げたんだけどさ、普通に話通じるやつっぽくない？ちょっとそんな気するよね。ちょっと聞いてみようか話。骨を拾ってちょっと見るだけ、見るもんだけ見て、スコップが入ってて、猿のトーテム、装飾用で売却可だと。え、わしの夢は鳥を追い回して糞をかけている。なんかやべえこと言ってんなこいつ。スルハシもあって、あ、なんか食べ物持ってこいっていう話なのか。これどうしよう、作って持ってきてあげようか。なんか猿用の食べ物って言ってたやつだよねこれ確か。作る、あー、そっか、焚き火ないからちょっとレシピ見ることができないけれど、これは今まで作ったことあるアイテムだね。あの鳥ども今年は足の体に、ん？なんか右のやつも喋ってるね。あれ？いや、まだいるじゃん。こいつら。もうすぐ食べようとしてくるからさ、こっちを。お、めっちゃベリアル。これはありがたい。あ、で、こいつも食べ物持ってこいって言ってんだ。持ってきたら何してくれんだろう。わしにいたやつらはみんなおしゃべりでな。なるほど。お、宝箱。ちょっと迎えに行く予定だったのに、なんか余計なこといろいろやっちゃってる気がする。この辺、ダンジョンあるんだここ。あ、見えにくいけどあるね確かに。ちょっとね、話がごちゃごちゃしてくる前にまず助けに行こう、とりあえず。はい、うん、まだそんなに離れてないから。これ海って泳げんのかな。なんかイカダとかアイテムにあったよね。あれでもここは徒歩で行けるけど、サメがいる。サメってバトれるのかな。ちょっとなんかやばい予感がするので一回離れとこう。で、こんぐらい、もっと離れてる。お猿、ジャファ君、ジャファ君よ、ジャファ君。すげえ海の先まで行ってんじゃん。あー、ここ通れないかな。あー、通るのにちょっと、あ、通れないね。ちょっと遠回りして、あ、いた、ジャファ君。ジャファ君これ海で帰れなくなってたのかな。じゃあ君もついてきて、ちょっとお家帰ろう一回。え、で、魚とか取れるのかな。あー、取れそうにない。なんか網とか手に入ったら、網か釣り竿かな、なんかそういうので手に入れることができるのかな。あ、3匹かわいい。あー、ぶんぬー。サメ、サメ無理、サメ無理。ちょっと地面に上がろう。いや、なんか体のサイズ的にさ、ちょっと戦ってみようかなっていうのも思い浮かばないレベルだよねあれは。いや、お猿もちょっと、もうちょっと陸に上がろう。やーべえ、あいつ待って上がる。いや、ちょっとちょい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 。え、これ海は海だけど大丈夫だよね、こんぐらい陸にいれば。フラワー、あー、ぶねえ。でもダメージ的には意外となんとかなりそう。ああ、でも硬いんだな。どうしようかな。いやー、でも逃げ切れるかな。逃げ切れる気がしないから、このゲームファストトラベルとかあんのかな、そのワープしたりみたいな。あ、でも逃げてくれた、よかった。これでじゃあ一回お家に帰りましょう。いや、ダニーがダメージ負っちゃってるね、サメで。
一回寝た方がいいかな。あでこいつらに届ける食べ物作ってこようか。何が起きるか分かんないけど、お供えして悪いもんにはなんないでしょ、悪いことにはなんないでしょう。二人ともサルマンマだね。サルマンマは確か器とベリーとココナッツだっけ、なんかそんなんでできた気がする。こいつまたいる、結構いるな。原住民左下にもいるっぽいよね。あやべ、スタミナスタミナ、ほううまい。で、あーもう一人いる、ほい、やべやべやべ、スタミナすぐスタミナ尽きる。で撃つ、いや全然当たらねえ、おいしょい、やべやべ、オッケーオッケーオッケー、あ、オッケー。じゃあ行こう、一回お家に帰って。お、いいもん持ってんじゃん。食べ物のレシピをちょっと見たいので、火を焚き火にくべてみましょう。やべ、もう暗くなってきた。あこっちか、サルマンマ合ってるね。花びらとベリーと器、ベリーは持ってて花びらも1枚持ってるけど、ちょっと多めに要求されてたよね。確か2つずつ要求されてたので、これで材料は足りるはず。あ、そっかそっか。器は先に作ってしまって、もう一個。あ、違う。四つだ。そっか、器持ちきれないんだな。器って、こう、スタックできないというか、複数を一マスとして持てないので、しょうがないな。これは、じゃあ、一回器を地面に置いといて作ってみよう。こちらね、サルマンマを追加で、来るんだけど、ちょっと料理教えようか。ジャファ君、家出から帰ってきたジャファ君に料理を教えます。はい、こう作るんだよ。で道具を渡してあげる。で材料を入れる。うん、これで作ってくれる。もう一個、もう一個行ってみよう。はい、これで要求されてたサルマンマ2つずつ用意できたので、じゃあ一回寝ましょう。あ、ジャファ君も大丈夫だよ、作る。さあ、じゃあ左上のトーテムポールにご飯を届けに行くという、言葉にすると不思議な行動をしてみたいと思います。左側なんかめっちゃこれ買られてるけど、自分が壊したんだっけ？なんかちょっとはっきり覚えてないが、はい、そいつがあれば幸せになれる。あ、匂いかなんかで分かってんのかなこいつ。はい、贈り物。え、燃えてんだけど大丈夫？おおおおお、何何何何何何何？うん、何にも起きない。え、これは何なんだ？え？あ、左の子も渡すとなんか違ったりするのかな。はい、あ、知らない。おー、宝箱。え、で2人とも火ついてるけど、うん、ちょっとよくわかんない。とりあえずこれは壊してみようか。まだ手持ちには空きがあるから。おー、なるほどね、宝の地図クエストだったんだ今のは。で、なんかツルハシとか木材とかとお金がもらえたと。で、今手ぶらだから、ちょっとお家にこの辺持って帰っちゃおう。余計なアイテム。で、トーテムポールなんか急に喋んなくなったな。え？もう喋んないのこいつら。さっきまでなんか火くるくるしてたけど、それもなくなったしな。おお、なんだなんだ？恋人の写真、誰の？誰かの恋人の写真が手に入る。木材いらないから一回捨てて、恋人の写真撮っとこう。え、なんか切ない物語があるのかなと思いきや、売却かって書いてあったんだけど、そんなシビアなお話だっけこれ。
とりあえず一回お家に帰りましょう。どうしよう。恋人の写真をどう扱うか困るんだけど、一回貴重品とかと同じ場所に置いておこう。扱い的には同じっぽいからね。OK。で、お腹が減ってきたんだけど、そろそろ、あれだね、作ってある食べ物がなくなってきてるので、それを先に作りたいと思います。レシピを見せてくれ。どうしようかな。作ってないアイテム作っていこうか。こんがり魚。この切り身っていうのは、以前なんたらショップあったじゃん。右上の、なんて言ったっけ。まあ、ショップが出てた時に、そこで魚の切り身購入しておいたんだよね。なので、魚の切り身が、あれない。あれさ、え全部食べちゃった？え、マジでないじゃん、ないじゃん。魚の切り身はございません。ちょっと諦める。ちょっと待ってね。何にする？魚の切り身めっちゃ欲しいんだけど、ベリーのシチューか、あとフルーティーケバブ。これ美味しそうだけど、左の肉の塊が多分ないかな。牛とか狩ると出てくるアイテムだけど、今は持ってないっぽいので、一旦腹膨らますためだけにベリーのシチュー作ろう。花びらとベリーと、あと器だね。じゃあ、ジャファー君教えます。今度こそ料理教えます。で、工具を装備して、ここだよ。わかる？あ、そっか！お腹減りすぎてダメージ受けてたのがさっきの音か。さっき自分で説明しときながら忘れてたわ。でこれを渡すから作ってくれ。OK、 ありがとう。じゃあ一回作業終了してもらって、もう一個食べておこうか。もう一個食べて残り一個は保存食にしておきましょう。で、あと器もちょっと置いといて、これ作ってあるものはこっちにしとこうかな。はい。あ、これもだね。このボール収納で困りそうだな、結構。こうなっちゃうもんね。なんかボールの作り置きはちょっとしない方が良さそうな気配があると。で、じゃあ、そろそろ次の場所行ってみようか。右側のあの光ってるところがダンジョンで、あそこに行きたいんだけれど、ちょっと暗いから一回寝ておきましょう。はい、では骨のコンボを作って、で、荷物を整理ある程度して、この、仮置き場に使ってた箱の中も整理して全部上の箱に移したんだけど、ちょっと何か変化があったのわかる？そう。あいつがいないのよ。あいつね、また家出してんのよ。こいつなんかそんな指示出してないのにさ、勝手に家出すんだよね。どうしよう、もう連れて帰ってもまたすぐ離脱するんだと、むしろ男女の中助けに行ったりする方が大変そうな気がするので、一回このメンバーで男女入ってみようかなと思います。なんだろうな、海って魚でも取ってんのかな。はい、じゃあダンジョン入りました。で、下になんか箱とかが前のダンジョンはあったけど、あ、一応あるけど、やっぱり大したことない箱っぽいね。これ一応壊しとこうか。で、大したことあったな。意外とロープとか入ってるな。ただまあロープは普段作れるし、ちょっとこの後貴重品とか多分出てくるので、一回キャーオープレイ、一回諦めておこう。危ない。しかもなんかすごいめっちゃダッシュアタックみたいなのしてくる。おーおー、物騒なことまた言うとんで。おい、あー、ちょっとちょ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 、だいぶ体力ないじゃん、体力ないじゃん。あ、ちょちょちょ、ごめんなさいごめんなさい。一回逃がして、一回だけ逃がして、ちょっとベリーを取って、これダメだね。体力回復してからまた来るしかないね。体力ミリよ、もう。やーべ、あ、ウサギがお家に入ってる。そんなお肉を提供してくれるのかい？あ、くれなかった。ちょっと一回寝よう。一回寝て、
やべえやべえ、あんなダメージ食らうんだ。お腹ちょっと減ったけどどうしようかな。お腹膨らましていこうか。ベリーのシチューさっき作ったのを食べちゃって、じゃあもう一回ちょっと出向こう。やばいな、ちょっと戦闘技術磨ける方法がなんかあるといいんだけどね。修行とかそういうのなしでいきなり3対1とかそういうのは結構厳しいと思う。おい、あ、この壁を利用していけってことか。お、結構強い強い強い。オッケー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 、オッケーだけどオッケーじゃない。ちょっと待って、スタミナがないんだって。お前先に倒さないとやばいな。よし、トシのやつ倒した。トシのやつ倒したから、もう一人いたよね。いたいた、弓矢のやつ、弓矢のやつも倒していく。オッケーオッケー。で、部屋をクリアって出たから、このフロアにいる敵は全員倒せたってことだね。で、宝箱、また恋人の写真誰のよ。どうしようかな。恋人の写真ばっか持ち歩いてもしょうがないけど。あ、これ車か。こんな遺跡の中に車とかあるんだ。ちょっと待って、一回恋人の写真まだいっか、持っておこう。一回置いてこようかなとも思ったけど、こんなのあるたびに戻ってもしょうがないもんね。で、次の部屋に来ました。誰かいるんでしょ、どうせ敵いるんでしょ。いねえ。え、なんだ、ほう、扉が開いた。ここら辺は宝とかは特にないか。え、やばい、あの扉開か、幽霊、ちょっとなんか怖い感じ。ああ、いるいるいる。あ、こういうやつらね。ごめん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 。オッケーオッケー。一回スタミナ回復してから殴っていく。同時に殴ると隙だらけになるから、あっぶねえ。スタミナ回復して同時に殴っていくのがいいんだけど、同時に殴れない。ちょっとやばいやばいやばい。でもこいつら2人って確かね、片方生きてるともう1人蘇生するような動き。ああ死んでんじゃん。え、ダメージでかくない、マジか。フル回復はしたけど、ちょっとアイテム全部置いてきちゃったじゃん、やべえな。服ってなんか作れたりすんのかな。もっと強い装備とかあんの。ないよね。単純に技術でどうにかしろって話か、あれは。このゲームマルチプレイもあるらしいから、そういうのを前提にしてんのかな、もしかして。いやー、しょうがないから予備のアイテム持ってって、で、洞窟の中で自分が落としたアイテム回収して引き続き戦う感じになるかな。とりあえず同じ場所まで行ってみよう。あれ？お猿？そっかそっか。一回死んじゃうとお猿の、あ、違うんだ違うんだ。お猿、俺が死んだ場所でまだ残ってるんだ。ごめん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 。行く行く行く。今行くよ。今行くからねって。松明も忘れてきてるし、もうグズグズ。ちょっと待って待って待って、今多分こいつ、あ、違った、ごめん。一回松明持ってくるわ。2人に俺についてこいってして、はい、松明持ってきました。で、あの骸骨野郎たちをこっち見てやろうと。え、やべやべやべ、松明で殴ってどうすんの。装備して、で、こいつら1人倒しただけだとまたすぐ復活するっぽいから、もう1人のドクロちゃんも早めに倒しておきたいんだけど。あれ、あ、この幽霊みたいなやつ倒すとあいつも倒せるってことか。ちょっとよくわかんないな。ミステリアスショップがオープン。そうだ、ミステリアスショップだった、店の名前。オッケーオッケーオッケー。これで倒せた。部屋をクリア。よかった。あ、で、またウッキーいる。今助けるぞ。オッケー。あ、なんか武器渡しちゃった。ごめんごめん、返して。素晴らしい。で、これで行き止まりだから、このダンジョン終わりってことだね。で、前のとこだと、ここで伝説の装備とかレシピ見れたんだけど、あ、基本的にどのダンジョンもこれがあるってことなのか。
ラインナップも、うん、変わってないっぽいから、どこのダンジョンでもこのレシピは使えるってことだね。だから素材持ってくれば作れるってことだ。で、じゃあ開封式は外でやるとして、この箱を持ってこうか。じゃあ君これ持って、はい君これ持って、はい君これ持って持って持って、あれ持って、はいはい、じゃあ手ぶらで帰ります。めっちゃいい子たち。よし帰ってきた。オッケー、今回の遠征も成功って、アイテムを受け取って、置く、受け取って、置く、受け取って、置く。さあじゃあ左から開けていこうか。あ違う違う、運ぶじゃなくて、壊せばいいんだ。あ危ない、右も開いちゃうとこだ。でお金がそこそこと、切り株と槍だね、と骨が手に入ったと。これは、お金そこそことピッケルかな、ちょっと見えないけど、まあピッケルだね。ちょっといいピッケルだ。木材って出ちゃうな。うん、が手に入ったと。で最後、これがお楽しみのレアボックスよ。 SSR よ来い。お、金属のインゴット結構ありがたい。でお金はやっぱりいっぱい入ってんだね、この箱って。え、あと軽量斧か、まあまあいいかな。さあこれで、そうだそうだ、名前確認ちゃんとしてなかったね。新しく仲間になったウッキーくんはスティーブくんです。帽子ってあまりあるのかな。あったあったあった、あ結構あるね。じゃあスティーブくん料理担当やってみるか。まあ料理担当っぽい感じの帽子を一回装備させておこう。え、うちのジャファーくんだよ。さっき猿のリスト見てまた思い出したけども、ジャファーくんの家出はどこまで展開してんの？これ助けに行ったとこだよね、最初に。この辺になんかあんのかな、アイテムとか。ここ掘れワンワン的なものをしてるのか、もしかして。どうなんだろう、わかんないけど、ちょっと気になるな。じゃあ、ミステリアスショップが今オープンしてるので、アイテム売ってきちゃいます。ここはスキップしとこうかな。ん？宝の地図で、このアイコンわかんだけど、これで宝の地図ってどういうことだ？しかもちょっと他より割高だね。6とか30とかだけど、これ60だもんね。ああ、気になるな。あ！これ伝説の武具の材料じゃん。しかも245ってそんなに高くないね。買っとこう、もう。で、あ、すでに作ってある食べ物も欲しいな。え、あとは釘を持ってくれば、釘を3個持ってくればって言うんだけど、ちょっとバトってるバトってる。なんでこの音楽が急になる。はいよ。やべやべ、スタミナがなくて、かわして殴る。オッケー。すげえアイテムもらった。あー、これはいいな。でもで、買い物の続きだ。釘を3個持ってこいと。釘を3個持っていくと、肉肉シチューってすごい良さそうなアイテムをもらえるらしいので、釘を3個買って釘を3個渡そうかな。1、2、3。これで、あ、肉肉シチューいただきます。ありがたい。あれ、この望遠鏡ってすでにもらってたと思うけど、これもらうたびに新しい島が見えるようになるとか、そういうやつなのかな、もしかして。だとしたらちょっと受け取りたいけど、荷物がいっぱいなんで、こうして一回受け取っちゃおう。で、改めて買い物に来たわけだけど、
食材はね、多分いくら買っておいても採掘するよりいいと思うんだよ。やっべー、またちょっとフィールドが生まれ変わったのでこいつら倒し直しなんだけど、またやばいな体力が。あっぶね、いやもう死ぬ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 って死ぬって、やべやべやべ、あ死んだ、ちょっとやばい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 、ちょっとまた金属の剣に頼ろう。あーで松明もないんだ、松明もちょっと暗い暗い、ごめんね耐えてて寝て。なんか家の壁壊されてない？壊されてるよ、やっぱり。ちょっとこれしんどいな、倒したい、早く早く早く、もう一壁壊すんじゃないよ君たち。で、うら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 、やばいやばいやばい、体力やばい体力やばい、回避してからの攻撃を。 OK、 これで全員倒せたかな。いやもうやばい、襲撃やばい。ちょっと襲撃に備えて壁とかも強化しときたいな。でさっき何言いかけてたかっていうと、食材はいくらもらっておいても、いやーちょっ、やばいやばい、スタミナやばい、よしあと一発、あれ OKOKOK、食材はいくら持っててもいいだろうっていうことで、できるだけ買っておこう、これを。あマンゴーカレーはちょっと高いからやめといて、で釘もさっきちょっとまあネタとしてというか、リワードのために釘を使ったけれど、普通にアイテムとして今作ったことないアイテムなんで、手元にもらっておいて悪いことはないんじゃないかなと思いますが、一度に来いお前ら。 OK、 あまたこんなの出てるけど、ちょっと今開ける余裕がないんでお家に持って帰ります。でここにじゃあ置いとこう。さあじゃあアイテムを回収してというか、散らばったアイテムを集めて箱に入れて、あと壊された壁を直したんだけど、どうしようかな。襲撃されるたびに結構ピンチになってるので、家の強化を先にしていきたいなと思います。今回は右のダンジョンもクリアできたので、この家の周りのお隣さんダンジョンは全部クリアできたことになると思うので、次回家を強化してから近くの洞窟があったと思うので、あそこに出張して戦っていきたいかなと思います。で出張してある程度洞窟の中が探索できたら、いよいよこの望遠鏡で新しい島に行ってみようかなと思います。で望遠鏡ってさ、これ1って出てるからカウントできるアイテムだと思うんだよね、1個2個って。なのにこれとこれが重なってないのって何なんだろうね。これで入れるじゃん、ほら重ならないんだよ。だからこれとこれが別のアイテムカウントされてるのがちょっと不思議。1個持ってると新しい島が1個見っかるみたいな、だから別々カウントみたいなことなのかな。ちょっとその辺は分かんないけど、次回調べていきたいと思います。でもううちの近くにはマークくんしかいないのよ。もうはい、もうあれです、家出人たちは捜索諦めます。はい、ダニーとマークは割と近くにいつもいてくれるので、ダニーとマークを連れて洞窟に次回行きたいかなと思ってます。では今日はこのぐらいでありがとうございました。またよろしくお願いします。